こんばんは。10月14日月曜日、スポーツの日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、公示日前夜、衆院選最新情勢、石破から封印、共闘崩れの野党ということで、今夜のゲストをご紹介します。読売新聞特別編集委員の橋本五郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お世話になります。時事通信解説委員の山田圭介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。朝日新聞ゼネラルエディター補佐の林孝之さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速、石破内閣の支持率を見ていきます。共同通信が週末の土日に行った全国電話世論調査によりますと、石破内閣の支持率は 42.0%。 調査の規模が異なりますので単純に比較はできませんけれども、石破政権発足直後の前回調査に比べますと 8.7 ポイント下落、不支持率は 7.8 ポイント上がりまして 36.7% でした。橋本さんに伺いますが、はい、石破政権が誕生して10日余りで支持率が9ポイント近く下がった、この理由をどう分析されますか？そうですね、私はちょっと意外だったんですよ。と言いますのはね、この前の党首討論、土曜日でもね、結構ね、石破さんは答えにくいことにも結構ね、はっきり答えるそういう姿勢が見えましたよ。なるほど。そうするとね、いろんな人にね、周りの人に聞いてみると、意外に正直に言ってるんじゃないっていう感じはありましたね。ですからね、こんなに下がるとはちょっと思いもしませんでした。ただやっぱり根本的には、人間汗の落としで一度かいたね、はい、汗は体内には戻らない、天使の言葉っていうのは、それ一度発したら、それは元へ戻らないんだよ、というのがやっぱりあると思いますね。なるほど。いろんな政策活動費の問題、はい、公認の問題、その後の要職につけるかどうかの問題、やっぱりね、微妙に変わってる、微妙じゃなくてかなり変わってるなと、ね、だからその変わったことについて、いやどっちなんだろうと、というやっぱりある種の不信の表れが、そういうことにつながったのかなというね、そういう印象を受けますね。林さんはどう分析されますか？いや、私はむしろなかなか上がる要素はないだろうなと思ったんですけれども、はい、ここまでちょっと一概には比べられないとしてもですね、ちょっとこのトレンドとしては落ちすぎな感じはしていますが、これはやっぱりその党内野党としてのこの歯切れのいい石破さんっていうのをみんな期待していたところがですね、やっぱりこの現実的な着地点を模索し始めたということで、言動がやや変化しているというところに対する、そのこう失望っていうのがもう早くも出始めているという状況なのかなというふうに思っています。山田さんはどうでしょう、期待が大きかったんでしょうか？私は最初のですね、50% の支持率が意外と高いなと実は思っていまして、歴代政権と比べたらでも低めですよね。歴代と比べれば低いんですけども、前政権が長期低空飛行政権を引き受けたわけですから、まあ、石破さんの周辺に言わせると負の遺産を引き取ったという言い方をするんですが、まあ、その割には意外と高かったなと、むしろその頃から私 40% 前半ぐらいかなと思ったんですが、むしろ今の数字が、そこに戻ったなということなんですけど、いわゆる新選組も含めた、ちょっとこう今までとは違う空気という、ことも含めたご祝儀という点ではですね、もうそれは完全に使い果たしてしまって、でこれから先下がっていく傾向が続く可能性がやっぱり高いなと、つまり何かというと上がる要素がないんですよね。で一番の関心である政治と金の問題に対して、最初からこうドーンと強いものを出していれば、そしてそれがぶれていなければですね、多少の変化があってもそれは世論はついてくると思うんですが、例えばその公認についてですね、最初やはり公認はしないんだと、裏金の人たちに対する公認はしないだと、しないと言って、その総裁選挙にデビューしたわけですけれど、そこがまず一回引いてますでしょ。だからもう石破さんひょっとしたら本当やる気が大丈夫かなというのをみんな思ってたと思うんですけど、ここに来てやっぱりブレるし、それから他のテーマでも貫徹しないとなると、これいわゆる政治と金に対する姿勢だけではなくて、
政権の運営能力がね、果たしてこう大丈夫かなというところも疑問に、まあ、なり始めているので、うん、今後取り返すのはかなり私はハードルは高いんだとは思ってます。総理の発言 の, その変化変遷というか、うん、まあ、ブレ、まあ、いろいろある中でこれ一つまとめたのはいわゆる政策活動費、うん、幹事長室幹事長名で処理される、まあ、それ歴代の幹事長で年間10億使った人もら15億使った人もら5億ぐらいの人もいるみたいな、この政策活動費の巡る発言、うん、党首討論の9日に行われる党首討論の時には使うことはある。その前 の, その総裁選の時の発言はもうちょっといいとして、うん、でその後12日の日本記者クラブ、まあ、五郎さんが仕切ってたやつですね、はい、でそれについては後ろめたさはあるんだと、うんうん、で使い方は抑制的であるべきだというふうに、うん、あの記者クラブでは言った、うん、でその後今度昨日のうちの 日曜報道においては、うん、政策の周知広報組織の強化には使うんだと、うん、今回の選挙で使うことはない、もう、うん、ここまで来ちゃうと、ね、周知とか広報組織の強化には使うけれども、うん、選挙で使う、じゃあ選挙で使うって何なんだっていうのは、うん、みんなぐるぐる話が回り出すんです、うん、この発言 の, こ の, この変化、これはどうご覧になるんですか。おそらくね、はい、本人の中では分けて、うんうん、それ3つ目の状況ね、はい、この問題、それに個別に言えば、はい、それは政策候補組織の強化、はい、でそれは選挙とかないんだけども、うん、最初に使うことはあるって言った中には、ちゃんと本当は3つ目のことが入ってたんだと、はいはいはい、おそらく理屈の上ではね、うん、彼の頭の中でそうだと思う。じゃあ矛盾はしていない、矛盾してないで彼の頭だけですよどうぞどうぞ、聞く方は完全にそういう側に聞きませんから、聞きます、はい、それは、うん、使うかどうかって聞いてんだから、はい、それ使うこともあるっていうのは、うん、それはその通りであるって話、うんうん、だからね、ここ自分でね、自重自爆になってるっていうかね、はい、なるほど、自分の理屈の中で、うん、自分の頭の中で考えてることと、はい、言ってることとの間に齟齬、うん、が起きてるとと、うん、いう感じしますよね。なるほど、林さんはこの言葉の変化というのはどういうふうにご覧になりますか。そうですね、そこは橋本さんと同じで、多分石破さんの中では一本線があるんだとは思うんですが、うん、なるほど、がですね、がですね、はい、やっぱりこの政策活動費って、うん、そもそもですね、この間の政治と金の不信を招いた、はい、本丸中の本丸の一つですよ、うん、ですね、はい、なのでこれをどう説明するかということを、うん、こう事前にですね、きちんと言葉にして、うん、その側近たちとキャッチボールをしてこなかったってことがすごくよく分かった、うん、はい、ということはやはり石破さんはやっぱ友達がいない、うん、仲間がいない、うん、なるほど、で彼らと一緒にそのこういったこう野田さんとの QT、 それから橋本さんと の党首討論のやり取りとかですね、うん、そういったものに対するその準備というのが非常にできていないということが分かったので、ここは非常に危機的だと思います、うん、というふうに考えます。山本さんどうご覧になりますか。私はですね、以前ですけれども、うん、はい、この政策活動費について石破さんと、うん、まあ、議論はしないというか取材をしたことがあるわけですが、はいはいはい、その時私が持った印象は、うん、やっぱり政治とつまり民主主義のにはコストがかかると、うん、はい、だからやっぱりまずそもそもその金は必要なんであるということと、うんうん、それからやはり政策活動費というものが適切かどうかは別としても、うん、はい、まあ、要するに、まあ、やはりある程度こう政治活動とはいえ自由に使える金は必要だと、うん、で問題は透明度を高めることなんであるということがまず基本的コンセプトにあって、私はこの発言に関する限りはブレたっていうのはつまり選挙で使わないといったところがクローズアップされてますけど、この3つの言葉を上から見ると使うことはある、2つ目が使い方は抑制的であるべきだからやっぱり使うってことですよね、で3つ目は政策の周知広報組織の強化には使うと、実は使う使う使うと言ってて、この選挙だけに限定してこう変わってるんで、今石破さんいろんなことがブレてるけど、これに関してはむしろ私から受ける印象は、あ、変わってないなというところが強いんですが、問題はこういうふうに言うと世論がどう反応するか、ここのところのね読みが非常に、まあ石破さんは自分の論理が正しい場合は世の中も理解してくれるとちょっと思いがちの人方ですよね。そうするとこれはやっぱり政治的な発言としては非常にね、まずいというような受け止め方をされる方がいて、いい方にぶれるならいいんですけど、これはむしろ私なんかの印象はまあやっぱり使うんだという方に、橋本さん、これってつまりじゃあ本人の問題じゃなくて周りの振り付けがまずいって話ですか。いやいや、それは本人の問題です。あ、本人の問題なんですか。いや、基本的に論理的には正しいけども政治的には間違ってるっていうね、なるほど、こういうね、あ、もうそれを間違ってると見るか、そうじゃない、逆に違った形で受け取られますよ、はいはい、という問題であって、
でそこはずっとこの人にやっぱりつきまとう、うん、だから最初にね、はい、使うことはあるという抑制的であるということを話した時、はい、私はね、はい、聞きながら思ったの、うんうん、この一言言えばよかったの、しかしもうできるだけ公開しますと、うん、使うことはあるけどもオープンにしますよと、うん、これでこの問題は片付いた話なの、うん、でそれを言わないもんだから、うん、はいはい、こういう具合にどんどんね変わったかのように思われるというね、うんうん、共同通信の世論調査では衆院選での投票先に関してこちらです、うん、小選挙区で与党系候補に投票するとした人が 28.5%、 野党系候補は 22.9%、 比例代表では自民 26.4% で立憲 12.4% でした、うん、小選挙区では与野党の差は6ポイント程度しかありませんが、うん、比例では自民立憲で倍以上の開きがあります、うん、林さんはこのことをどう分析されますか。そうですね、これは小選挙区は与野党白昼を皆さんが志向しているということだと思うんですけど、うん、比例代表はですねこれまだ選挙始まる前のトレンドなので、うん、なるほど、野党大党ブーストっていうのが大体このかかってくるんですね、うん、選挙 の、 中盤から、うん、終盤にかけてですね、はい、そうなってくるとこれを見ると立憲民主党はもうちょっと上乗せされてくるのかなというふうに思っているところです。ただ、うん、選挙区で野党の共闘ができないということをこう、うん、の結果がですね、うん、少しこう見えてるなというのはそれ自民党が 26.4、うん、で立憲以下ですね公明党を除いた野党を足したら多分ほぼ同じ数字になるんですよね、うん、ところがそれが結果としてやっぱり分散しちゃってるから、うん、これ国民のそのきちんとした選択の受け皿に野党がなり得ているのかというのをやっぱり野党はきちんと考え直した方がいいというふうに思います。むしろ私が思いましたのは比例代表のところで決めてない方がこれが気になるの、この 47% の山、山がこちら小選挙区の47でしょ、うんうん、で比例代表は33になるわけですね、はいはいはい、ですから比例代表というのはやはり私は個別の政治家というよりは、まあ、ある種政権選択的な面があって、うん、もちろんお灸を据えるというのもありますけども、はい、やはりそうなってくると私は決めてない、やっぱりここはもう自民党に対して、まあ厳しいというものが出ているっていうトレンドではあるとは思いますけれどもね、うん、橋本さんどうですか、はい、まだ決めていないが気になってしょうがない。そうそう、これはね、まあ、政治についてはいつもそうなんですよ、はい、私は悪さ加減の選択と言ってるんですけどね、ははなるほど、ベストの選択というのはないんですよ、はいはいはい、もうこの党なら全部いいと、うんうん、ベターもないんですよ、はい、どっちが悪くないかっていう、これは福沢諭吉が言ってるんですけど、なるほど、ということを考えたときにまだ決めてないというのは非常に正直な数字が表れている、うん、それから小選挙区のところで与党系と野党系がこの、まあ、少し接近しているという感じだけど選ぶのは一人ですからよ、はい、一票でも多ければ、うん、それを野党がバラバラでどうするって話ですよ、はい、これまとまったとしても、うん、与党にかなわないって話じゃないですか、うん、バラバラだったらもっとかなわなくなりますよ。そうですね、だから今からでも、うん、まあ、遅いんでしょうけどね、うん、今からでは遅いかもしれないけど、うん、とにかくやっぱり一本化しない限り、うん、これはね、うん、野党は大変だってことですよ、うん、これは最後の瞬間まだ決めていない人たち、この無党派かないしはまだ決めていない 未定の人たちのあと10日、10日です、うん、10日ちょっとですよね、10日ちょっとで何を根拠にこのまだ決めていない人たちはどこに札を入れるかっていうのをこの投票行動の分析どうご覧になりますか。これはね非常に難しいところなんですけども、うん、非常に分かりやすいのは例えば新たなスキャンダルが出る、新たな失言が出る、うん、というなると非常に分かりやすくなるわけですよ、はいはい、そうじゃない時にどうなのか、うんうん、ただね私いろいろ周りで聞いてもおばあさんたちもね、うん、結構ね党首討論を見たりね、はい、結構してるんですよ、うん、だからね、うん、決めていないということと関心がないということとはまた違う話で、なるほど、だから注意深く、まあ、幸いね選挙期間だけは結構ありますからまだ、うんうん、はい、明日公示になってもね、はい、ありますから、うん、私はこれからね自分の態度、まあ、いつの選挙でもそうですよ、うん、大体そんなに早くは決めてませんよ、うん、ということを考えたときに、うん、私は関心度は高いと思うし、うん、それから結構注意深く見ようとしてるなっていうね、うん、そういう具合に好意に解釈しています。今回石破総理が非公認とした旧安倍派幹部の選挙区を見ていきますとこちらです、
はい、このようにですね、どの選挙区でも野党候補が乱立しているという状況なんです、はい、うん、山田さんはこの野党候補が乱立しているという状況がこの不記載で非公認となった候補にとってどのくらいプラスになるのか、やはり結構利がありますよね。まあ、やっぱり野党が一本化すればいいという裏返しで、うんうん、この迎え撃つ方は野党は 分裂してくれた方がいいわけで、はい、それはやはり野党候補が多ければ多いほど、うん、選挙をしのぐ可能性は高まるという、うん、もう一つの構図があると思いますけれども、うんうん、で実際にその選挙を蓋を開けてみると、はい、まあ、やはりこのかなり思った以上に、うん、その選挙民の反発が裏金議員に強かった場合は、うん、やっぱり結果はその通りにいかないということになるので、これはちょっとここら予測は今できないんですが、逆に言うと今後のその世論調査の情勢調査の結果の大きなポイントは、確かにばらけたらこの裏金で不公非公になった人が有利になるのかどうかというところは見なくてはいけないと思いますのと同時に、もう選挙結果、選挙は今回非常に短いですから、ですから最初に出てきた傾向というのは私はかなり最後まで影響するというふうに思いますね。なるほど。橋本さんどうですか、この野党のもう見事な乱立ぶりというふうに言いたくなるんですけれども、うん、まずね、はい、一つはこれやっぱり第一党が、うん、野党第一党が、うん、はい、やっぱり身を切るね、うん、例えばこの5議席、5選挙区は私のところで譲りますから、はいはい、そっちも譲ってくださいと、うん、なるほど、こうやらないとやっぱり始まりませんよ、うんうん、それは普通の別に政治の話だけじゃなくて、はいはい、そういうもんですよ、大きい方からね、うん、やらないと、うん、それが一つ、うん、それからね、私は途中から他の野党も変わったんではないかというね、うん、推測をしてるの、うん、どうですか、ということはみんな共産党にしてもあれだけ候補立てるでしょ、うん、はい、なぜそうなのか、うん、それは明らかで比例、うん、比例の票を稼ぐため、比例の票を得るためでしょ、うん、はい、比例の票を得るのか、うん、そうではなくてともかく自公を過半数割にするのかっていう、はいはい、これ天秤にかけた時に、うん、いやいやもう自分のとこは今いいから、うん、とにかく自公の過半数割すれば新たな展望が広げる、広がるかもしれないと思えば、はいはいはい、ここでみんなそれぞれが抑制的になるわけですよ、はい、とかならなかったということは、うん、どうもね、自公の過半数割れを他の野党も本当に思ってないではないか、うん、なるほど、だから自分のところでとにかく数を増やさなければいけない、はいはいはい、そのためにはとにかく候補者を出すことが比例の票数を得ることだ、うんうん、という具合に考えなければ、うん、要するに優先順位をどこに置くかですよ、はい、うん、それは自公過半数割れすること、はい、ところに置くか、うん、そうではなくて、うん、それよりも自分の党の統制を拡大することに置くかっていうね、この計りがね、はい、途中で変わったんではないかっていうね、妙だな、はい、このご指摘どうご覧になりますか。いや、そこはある意味同感だと思いますが、それは言葉を言い換えると、はい、要するに選挙後のですね、うん、その政権構想が、うん、野党間で全然共通目線がないというところだと思うんです、はいはい、野田さんは一貫して政権交代前夜であるという言葉と、うん、自公の過半数割れをするというところは言ってるんですが、うんうんうん、じゃあその後ですね、うん、自公過半数割れに追い込んだ後の政権構想は具体的には言い切れてないですよね、うんはいはい、ということはですね、他の野党から見るとですね、うん、じゃあ自分たちは協力したとしてどうなるんだろうかというところの不信感当然あって、うんうん、本来であれば23日に一足早く野田執行部が誕生したので、うんうん、そこまで考えた上で選挙協力というのを水面下で話し始めなきゃいけなかった、うんうん、ところが小沢さんがね、魔法使いでもない限り今更野党共闘は無理だっていうふうにいやいやへそ負けちゃった状態になってるんですけど、これは小沢さんに言うことある意味分かりますよ、うん、その間ですね、やっぱりその新しい政権構想というのを本当に野田執行部が示せたのかというと示せていないということが結果的にこの乱立を防いだり、あと限定的なその一本化ってこれ言ってんですけど、その限定的に一本化した先何があるのとかですね、そういったところも含めて示せていないという結果がこの4つの選挙区に代表されるような、うん、乱立状態だというふうに思ってます、うん、先ほどお話に上がりました野田代表について、うん、野田代表の発言を見ていきましょう、うん、野田代表は先週土曜日の7党党首討論で総選挙の目標は自公の過半数割れ比較第一党だと述べました、うん、立憲民主党は昨日衆院過半数の233議席を上回る238人を擁立すると発表しました、うん、立憲が昨日
の段階で一気に30人近く増やした立候補者の数を発表したということになりますが、うん、林さんはこの背景どのような狙いがあったと思われますか。これはですね、やはりあの、まあ、自公の過半数割れの後の政権のをですね、主導権を握るためには、うん、やっぱり最低でもですね、うん、やっぱ候補者数はあの過半数の233を上回っておかなきゃいけない、はい、ということだと思います、うん、ただですね、この238人を、うん、あの擁立してですね、うん、全員が受かる選挙なんてのは 100% ないですよ、うんうん、そうなってくるとやはりあの比較第一党ということになると思うんですけど、うん、じゃあ比較第一党になった後のその核になって政権をどういう枠組みで、うん、作るんですか、うん、ということはこれはむしろ公示後ですね、うん、あの野田さんがきちんと喋れるか語れるかどうかというところが問われたんだと、宿題が残っていると思います、うんうん、そこの部分ってこれからの説明で有権者に染みていくもんなんですか、うんうん、どうご覧になりますか。いや本来は染みないですよ、まあ、あの自民党がこれだけ急いだのはまさにそういう時間を与えないということ。自民党が急いでるというのは要するにこの状況を生み出すために急いだわけだから、はい、そういう意味ではまあ自民党の思った通りの流れにはなっているということなんだと思うんですけど、それでもですね、それにやっぱり上回ってですね、野党が勝っていくということであればですね、はい、うん、あの戦いました、同じ選挙区であの戦いましたが、はい、あのもしも当選してきた場合には、うん、この政党とはあの、うん、もう全て水に流して組みますと、うん、あの落ちた支部長を外しますとかですね、はい、そこまで、まあ、乱暴に言えばですよ、うん、言えるのかどうかというところまで、うん、あの野田さんはある意味問われてるんだと思います、うん、そうするとね、林さんも申し訳ない、そうすると現状の明日公示日を迎える現状において自民党はこういう今のいうような野党乱立、政策の横串どこにも通っていないような状況を生み出すために 10.27 の解散を急いだ。一方実際に蓋を開けてみて選挙戦に入ってみたら政治と金のものすごい逆風が自民党にも吹いてるし、これが野党にとってもものすごい強烈なフォローの風になっている。今のこの何て言ってないんですか、損益損得どっちにプラスになっているのか、状況どうご覧になってます。これあの複数の国会議員とか、ね、はい、話して、まあ、全国会議員、うん、全衆議員、ね、はいはい、とかね、はい、私と話してみると、はい、なんかこんなにあのワクワクしない、モヤモヤしない、うん、盛り上がらない選挙ってないよねって言うんですよね、うん、どうですか。なぜかというと、うんうん、これは与党も負け幅をどう減らすかだし、うん、野党も、はい、あの伸び幅が見え伸びしろが見えなくなっているという意味で、うんうん、こうなんかこう負け比べをしちゃってるっていう、なんかこうダイナミズムがない、うん、あの総選挙になっているという状況なんだと思いますね、うんうんうん、そういう意味ではその損益という意味では、うん、両方ともあの大きな目で見ると損しているということだと思っています、うんうん、なるほど。山田さんいかがですか。この立憲も230超えてるし共産党は210ぐらいでしたっけ、うん、候補者立ってますよね。この野党の、ね、中で200人以上と立候補者を立てる候補が党が2つも出ているとこの状況どうご覧になりますか。その200という数字で比較すると、はい、ちょっと本質がちょっと見えなくなってしまうので、はいはい、やっぱり私はなぜ野田さんが比較第一党を目指すっていうことを見たいんですけれども、うんはい、それは私はまあ、選挙前の共闘もとても大事なんだけども、うん、これはもともと限界があるということは分かっていると思うんですね、はい、立憲と維新がひっつくっていうのもなかなかねハードル高いと思うんですよ、うん、むしろ立憲と自民党の方が近い面があるかもしれないぐらいですから。で私は野田さんが見ているのは、うん、この選挙が終わって自公過半数割に追い込んでから首相指名選挙までの間の連携っていうのは私はかなりそこはフォーカスしていると思います。それは立憲と自民党、石破野田の連携っていうんですか。いやそれは大連立になりますから、はいはいはい、その前の首相指名選挙の段階で、うん、非自民 の, その野党で誰か、うん、統一の候補が出せるかどうかとということになると、うん、政策面で立憲と維新は差があるかもしれないけど、はい、そこで維新という存在を私はある意味で、うん、立憲側から見れば特に小沢さんは私はそれを睨んでいる可能性がある。つまり1993年の細川内閣のあのできた時の再現であるということは私はね実際はあった。それ馬場さん担ぐって意味ですか。いやそうですよ、うん、ということは逆に言うとそうしたことを主導していくためには野党として主導権を握らなくちゃいけないんですね。だ野田さんこれだけこう私自分がこうあの自公過半数割れに追い込むことが私のミッションであるそのために戻っていきましたと言っていて主犯指名で馬場さんを担ぐの。それはねですから それをどう評価するかは我々のまた別の仕事なんだけども、どういうことを戦略に描いてるかというと、うん、私はその場合の政局で主導権を握るってことはとても大事なことになると、うん、なるほど。だから比較第一党とわざわざ言ってるのは、うんうんうん、
我々があくまでも今後の政局の中でリードしていくということが言いたいんだと、野田さんが総理になりたいということはそれはあってもいいけども、それは必ずしもトップのですね、プライオリティ、あの優先事項ではないんだということを私はこの数字から見ますね。小沢さんの腹がそうであったとしても、じゃあ今小沢さんが立憲民主党をそっちに持っていくだけの力があるのか。ですからね、それをやろうと思ったけど、選挙があまりにも早く起きたものだからできなくなってしまったので、小沢さんもこれはまあある意味で自民党に一本やられたというふうにおそらく思っているとは思いますから、現実性という意味ではもともと高いハードルなのがより高くなったなというのが本音ではないでしょうか。橋本さん、どうですか。今の、ね、お話はやっぱりね、一つの駒として考えたときに、これは合理的な考えではある、だけどあの時の細川政権のできたときにどう見るか、あるいは細川政権は政策も、それからあの勢力的にも真ん中なんですよね、あの左右に、あの新進党あの時、それから社会党が行って、その、真ん中ですね、新政党か、新政党か、日本新党が真ん中に、それから考え方も、政策も、それから勢力も、だから誰も文句言わないっていう、まあ、細川さんというまたね、殿様ですから、そこはもうちょっと違うから、という要素があって、あのいわば、むしろ第一党じゃないところが政権握ったと、維新が細川さんに変わるものであるのかどうか、ということを考えたときに、これはもしそう考えてるならば、これ難しいと思う。差がついてこないですよね、そこがね、まあ、そのだから論理的には駒としてはあるけども、そこはね非常に難しいなって、これね、あのおっしゃる通りで、ただ時間軸で考える必要があるのは、小沢さんと野田さんの和解があったのは6月の終わりから7月の初めにかけて、この頃はまだ維新に勢いがあって、ここまでこの応じてなかったので、おそらくその時のプランっていうのが一つあったと思うんです。でただそれがだんだん維新の失速、まあ、失速っていうのなんですが、まあ、要するに支持率がどうも関西でも、ね、勢いなくなってるっていう現状は間違いないと思うんですね。そうした中でそこで小沢さんも自分の最初描いたプランと状況がやっぱりずれてきた面というのもこれは あるんだと思います。林さんね、今みたいなその小沢さんが何かやるかもしれない非自民で統一の主犯指名行動を取るかどうかみたいな話がある一方で、でもその建前論としてね、じゃあ野党非自民の 非自公 その政党を通す横串として、まあ、共産党が言うような共通政策ですよ、何かあると思います。いや、 あるかないかといったらないですよ。ないですよね、だ多分仮に馬場さんを主犯指名できたとして、瞬間的に馬場政権が生まれたとしたってこれは超短命ですよ。これなるほど。で そういう政権を作っちゃっていいんですかという、でそもそも参議院はついてこないですし、ただあの巨大なねじれ、状態の政権になってしまう可能性もあるわけ でそういう意味ではですね、もともと参議院では自民党はそんなにないということはあるんですけれども、そのあたりは多分いろいろと計算がされているんでしょうけれども、やはりですねこういった形で自民党に対する不信が頂点に達した中での、こう岸田さん その不出馬からですね、石破さんに代わって、ですぐに選挙を打つという中でですね、そういった数合わせ的なもので、の野党が、主犯指名政局を仕掛けるということが、じゃあ国民世論からですね、支持を受けるかということはよく考えた方がいいと思います。橋本さんどうですか。ね、今日横串刺さってないですよね。いやない、でそれはなぜかということですよ、で今度の衆議院選挙を見たときに、これまでの選挙のあれを比較してみると、何が足りないか、例えばアベノミクスをどう見るか、安倍政権をどういう具合に評価したらいいか、一応ね大きなこの対立点というか、あったわけですよ。それは国をどうするかという話になりますからね、ところが今回何ですか、政治とかね、政策費を使うか使わない、公開するかしない、政策活動費が衆議院選の一番大事な話ですか、と私なんか思うんですよ。もっとの大きな今国際的な情勢もこうだし、という具合になっていない、となれば私はこの投票日までの間、有権者の中にも、それはやっぱり政治と金は最も大事だけども、それだけでいいのかという雰囲気が、これ出てくるんじゃないかというね、山田さんね、共産党と立憲の競合する選挙が140だか50ぐらいあるらしいんですよ。この状況下で
前回 の、 その枝野さんの時には、まあ、それなりに丁寧な調整が行われて、今回はもう安保法制を振り返らない野田さんはダメだっていうんで、共産党さんは200以上の小選挙区をボンと立てて、供託金300万ずつだから200立てれば6億ですよ、まあ、もちろんだから法定得票数に達すれば返ってくるんだけど、もしかしたら返ってこないところもあるかもしれない。そういうようなところも含めて共産党はこう勝負をかけてるわけじゃないですか、はい、これってね、この後の政局、総選挙後ですよ、来年の参議院選挙とかもろもろいろんなところも含めて、立憲と共産党の間に決定的な割れ目になるのか、それともまあ一回終わってしまえばまたいつもまた戻れるような関係なのかどうか。あの共産党は、はい、まず今までと違って、まあ、いわゆる野党のですね、はい、政権、今の野党で政権を作るという構想は、うん、とりあえず横に置いて、はい、まあ、廃棄したとは言わないんですけれども、うんうん、それより、まあ、党の立て直しをまず優先しようと、うん、はい、いうことがまずあって、はい、ですから200を出して、まあ、多少減らすこともあるかもしれませんし、うん、はい、残りの80のところでね、うん、まあ、よく見えないところで協力することはあり得ると思います、はいはい、あるいは公認しても途中で選挙戦を戦術ダウンすることだって、まあ、それはあり得るわけですけども、はい、うん、ただ一方であそこで共産党さえ協力してれば政権が倒せたのにと言われるのも、それもそれで共産党にとってはこういう選挙区でそういう話がいっぱい出てくるんじゃないかっていうね。それはね、やっぱり避けたいところではあると思うんですよ。ですからここ 1週間10日ぐらいの選挙戦の中でそこをどう見ていくか、非常に注意深く共産党の選挙対策関係者は見ているはずなので、そこでまあギリギリのところでね、まあ立憲との関係も先々を見て維持するつもりではありましょうけども、例えば結局はこれどう頑張ってもなかなか野党 の、 その自公過半数割れによって野党、今の野党に政権が来る状況は考えにくいという選挙戦の展開になれば、これやっぱり200人の候補を出して比例でたくさんの票を取るというところに特化していくということにはなると思いますが、党の立て直しに対するその山の登り方がね、やっぱり共産党は今回はまあやや原点に戻っていっているって方向を取ったんだということだと思います。それって共産党の戦略が変わったっていう方いらっしゃるんですけど、これって要するに何、田村さんになって、C さんから田村さんに変わって、そんなに共産党の基本方針って変わったということでいいんですか。林さん、これ共産党で何が起きたんですか。いや、私もその細かいところまではよく分かりません、はい、あの共産党さんというのはそういう政党でもありますので、うん、はい、ただやはりあの立憲民主党とやっぱり話ができないというふうにこの間ずっとこうプロセスで来ていることは間違いなくて、ということはあの山田さんおっしゃるように、あの立憲とこ う、 うまく付き合うよりはまずは党勢の立て直しの方が優先であるというところに来ているのは、これは間違いないというふうに思っています。